にちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかなーなんて思ったんですが、まあ、今年もね、あと残り2日っていうことで、まあ皆さんね、今年1年どうだったんでしょうかね。まあ自分はね、途中ね、まあ、引っ越しと、ありまして、ちょっとね、その後体調を崩してしまって、なんかね、目標とかそういったのもね、まあ全然ね、まあ、こう、達成できていない。まあ、チャンネル登録者さんがね、2000人に なるっていうようなね、そんなね、目標はね、立てて、それはね、達成できたんですけど、他のね、ことっていうのはね、まあ、全然できてないなぁ、なんて、そんな風にね、思っているんですけど、まあ、体調がね、悪かったって、まあ、それをね、言い訳にしてはダメなんですけど、まあ、ちょっとね、それは、それで自分でね、まあ、来年は体調、管理、そんなものをね、しっかりしようっていうようなね、そんな風にね、まあ、思える、そんなね、一年だったので、まあ、それはそれで良かったかな、なんてね、そんな風に思います。それでね、まあ、毎年ね、この時期に、ちょっとね、同じ話をしているんですけど、まあ、これね、一番最初に、知ったのは、まあ、自分がね、毎日配信されて、毎日読んでいる、まあ、助け合いのね、理事長のカヌさんのね、メルマガ、それでね、まあ、4年ぐらい前でしょうかね。自分のね、誕生日の日に配信された内容なんですけど、まあ、これね、まあ、宝くじがね、まあ、何度も高額当選している、和尚さんのね、まあ、大晦日にやっていることを、まあ、言ってみればね、金運がすごい、和尚さんはね、大晦日に何をやってるかっていうようなね、そんなことですので、皆さんもね、大晦日にね、ぜひやってもらいたいなぁ、なんて思う、そんなね、ことですので、ちょっとね、そのメルマガ、またね、紹介するんですが、ちょっとね、このね、メルマガをもとに、まあ、そのね、そのね、メルマ、カンノさんのね、メルマガをもとに、自分はね、AI で最近ね、TikTok、AI で動画を作って、それで TikTok にね、配信しているんですけど、そのね、配信、まあ、カンノさんのそのメルマガをもとに、AI にね、文章を、まあ、リライトしてもらって、それでね、動画を作ってっていうようなね、そんなものをね、配信しましたら、なんとね、最近の中では一番、まあ、視聴回数がね、すごく多くて、まあ、1万5000回再生されて、すごくね、良かったんで、それをね、まあ、カンノさんの方、まあ、グループにね、入ってるんで、そこでね、まあ、シェアしたりとか、まあ、カンノさんがね、今回、そのね、メルマガンで、その、自分の TikTok をね、紹介してもらえて、みたいな、そんなことがありまして、まあ、それがね、さらにね、まあ、それを紹介したことによって、まあ、さらにね、まあ、また見られてるっていうようなね、そんな状態ですので、ちょっとね、そのね、TikTok 用に作った AI が作ってくれた動画もね、ちょっとね、紹介しますので、まあ、お楽しみにしてください。まずね、そのね、カンノさんのね、まあ、助け合い理事長のカンノさんのね、メルマガ、ちょっとね、読んでいきますんで、まあ、大晦日にね、その金運の和尚さん、金運がいい和尚さんがね、何をしているかっていうのをね、ちょっとね、皆さんもやってもらいたいなぁなんて思います。では、読んでいきます。はい。1月1日の初日の出を拝む人はいるけれど、12月31日の最後の夕日に手を合わせる人はいない。嫌なことも多かった1年間もしれないけど、多くの出会いが今の自分を作ってくれた。分かりもしない明日をただ待つことより、感謝の心で全てを見ることができ、受け取ることができたら素晴らしい。同じ祈るなら自分のことより多くの人の幸福を祈ることができる人間でありたい。優しさにも大きさが必要だ。これはご存知の方もいるかと思いますが、福岡に世界一大きいとされるブロンズ製の釈迦涅槃像と宝くじの大当たりで話題となった林覚成南蔵院第23世住職の言葉です。林住職は一等前後賞で1億3000万円のほか、ナンバーズやロトなどの宝くじも数十回も当たっている金運の強い方です。いかがでしょうか。初詣に行く方は多くいると思いますが、大晦日に神社に参拝し、1年のお礼をし、その年最後の夕食をいただく方は少ないでしょうか。また、
3000年以上の歴史を持ち、単品の商品としては世界一の売り上げを上げる伊勢神宮の参道にある赤福というお店の社長さんは、目の前に伊勢神宮があるのに一度も新年のお参りをしたことがないそうです。しかし社長さんは大晦日になると誰もいない伊勢神宮の前に立って、今年一年の感謝のお礼のお参りをしています。多くの方は今年が良い年になりますようお願いをします、今年は丸々してくださいなどとお願い事で神社に参拝しますが、成功されている方々は素晴らしい一年を過ごせていただき、過ごさせていただきありがとうございました、プル年もさらに良い年になるよう精進しますと感謝の気持ちと誓いを伝えに参拝しているのです。ですから赤福さんは世界一の売り上げを、林角上和尚は宝くじが何度も当たる金運の人になったのですっていうようなね、そんなねメルマガの内容ですけど、まあこれね2019年11月14日、まあ自分の誕生日の日にね配信されて、本当にね自分がね好きな、まあ話で、まあ本当にね初詣はね何度も行ったことあって、まあお願いばかりする、まあ今年一年いい一年になりますように、家族が健康になりますように、健康でありますようにとかね、お願い事をばかりしていて、まあ自分の本当はねそういった神社に行って自分のね決意を表明する、今年一年頑張りますんで、まあ応援よろしくお願いしますとかね、本当にね自分の決意をね本来はね伝えるんですけど、なんか皆さん、まあ自分もそうだったんですけど、お願いばかりねしていて、それでね、まあ一年無事に過ごせて、こう無事に過ごせたのに、まあ最後にね、まあ今年一年ありがとうございましたっていう、そういう感謝っていうかお礼をね伝えに行っていないっていうようなね、そんなことで、まあ本当にね、まあそういうまた宝くじがね当たる林角上和尚さんは、まあ年末にね、まあ神社に参拝して、今年一年まあ無事に過ごさせていただいてありがとうございますみたいな、そんなことを言う。それでね、世界一売り上げのある赤福さん、単品としてはね世界一売り上げのある赤福さんのね、まあ社長おかみっていうんでしょうかね、社長もね伊勢神宮の中にありながら、新年のねまあ挨拶っていうのはね行ったことはないけど、でもねまあ大晦日の日にまあその年のね感謝をね伝えに行くっていうことで、それすごいね大事なことだなーなんて思います。まあ初詣ではなくてね、初日の出もねよくね見に行って、それでね初日の出でねこう拝むんですけど、まあ自分はねまあ最後の日の大晦日の夕日には、まあまあ初詣もねこう手を合わせたりするんですけど、まあ最後のね夕日にもねこう手を合わせるっていうようなねことをね、それからねやるようにして、一度ねライブ配信もねしたりもしましたけど、まあ本当にねまあ、今年一年本当にねいろいろありましたけど、本当にこうやってね生きてまだね2日あるからね、何があるかわからないんですけど、でもねこうやってねまあ生きていられたっていうのにはね本当にね感謝しかないなーなんて、そんな風にね思います。まあ自分もねまあ成長できたり、まあいろいろねあって、皆さんのね心配かけたり声かけていただいたり、本当にねいろいろあったんですけど、でもこうやってねまあ一年をね無事にね終わることがねできるっていうのは、やっぱりねこれに対して本当に感謝しかないなーなんて思うんで、まあその感謝のね気持ちを年末にね伝えるっていうかね、まあわざわざ神社にね行かなくても、自分もね3月31日はね12月31日の大晦日はね仕事なので、なかなかね神社にはね行けないんですけど、でもねやっぱりこう夕日、まあちょっとね仕事夕日の時間にね、最後のね日没の時にね、まあ感謝をね伝えにね外にすって出てね、それでまあ手合わせたいななんて、そんな風にね思っているんで、皆さんもねまあ年始にねお願いばかりするんではなくて、まあまずはね決意をして、それで1年過ごせてたら、まあ無事にね過ごせたら、感謝の気持ちをねまあ伝えるっていうのはねすごくね大事だと思うので、ぜひねやってもらいたいなぁなと思います。はい、それでね、まあ自分がねAI で作った、そのねメルマガを元に作ったね、AI のね動画ちょっとね今ね配信しますんで、ちょっとねそれをねご覧ください。どうぞ。
宝くじ、高額当選を連発させる和尚が大晦日にやっていることを紹介します。あなたはどのように大晦日を過ごしますか？あなたもご存知かと思いますが、福岡には世界一大きいとされるブロンズ製の釈迦半像があります。この釈迦半像があり、宝くじの大当たりで話題となった林覚丞南蔵院第23世住職の言葉を紹介します。林住職は一方前後賞で1億3000万円のほか、ナンバーズやロトなど数十回も当たっている金運の強い方です。1月1日の初日の出を拝む人はいるけれど、12月31日の最後の夕日に手を合わせる人はいない。嫌なことも多かった1年かもしれないけど、多くの出会いが今の自分を作ってくれた。分かりもしない明日をただ待つことより、感謝の心で全てを見ることができ、受け取ることができたら素晴らしい。同じ祈るなら自分のことより、多くの人の幸福を祈ることができる人間でありたい。優しさにも大きさが必要だ。林覚丞和尚の話より、初詣に行かれる方は多いと思いますが、大晦日に神社にお参りし、一年の感謝を述べて、その年、最後の夕食をいただく方は、少ないのではないでしょうか。このように感謝の心のある、林覚丞和尚は、宝くじが何度も当たる、金運の人になったのではないでしょうか。後から見返せるように、いいね、と保存をお願いします。見ていただいたでしょうかね。まあ、こんな感じでね、AI がね、もう、音声とかね、そういったのをすべてね、まあ、これね、画像はね、自分でね、持ってきた。まあ、それに合わせてね、貼り替えたんですけど、実際はね、こう、AI がね、全部画像とかもね、まあ、作ってくれるんですけど、やっぱり海外のね、サイトなので、やっぱり海外のね、こう、インドのね、こう、お坊さんだったり、まあ、インドのね、こう、寺院とか、そんなのがね、出てしまったので、ちょっとね、自分でね、貼り替えたっていうようなね、そんな感じで編集はね、まあ、2時間ぐらいかけてね、最近やってる。まあ、本当にね、この、YouTube はね、まあ、10分喋って、10分で編集して、みたいな、そんなね、感じで、本当に1日毎日20分ぐらいでできるんですけど、TikTok のね、動画、まだ慣れていない。あとね、やっぱり画像とかそういったのがね、まあ自分のイメージ通りでなかったりすると、あとね、イントネーションですよね。まあそういったのもね、ちょっとね、修正が必要ってことで、それをね、修正するのに2時間ぐらいかかってるんですけど、でもね、楽しくね、やっているっていうことで、来年はもっともっとね、まあいろんなね、AI を組み合わせて、本当にね、いい動画をね、作っていきたいななんて、そんなことも思って、まあまあ、例えばですけど、自分がね、アバターを作って、それがね、アバターがね、こう喋るとかね、そういったこともね、挑戦していきたいな、なんて、そんなことをね、思っていますので、まあ、来年もね、引き続きね、どうぞよろしくお願いします。まだね、あと残り2日ありますけど、本当にね、まあ、大晦日に、まあ、そうやってね、こう、最後のね、感謝を伝えるっていうことをね、ぜひね、やっていただきたいな、なんて、そんな風にね、思いました。はい。ではね、今日のね、話が良かったなって方は、グッドボタン、またはチャンネル登録、まだの方は、ぜひチャンネル登録、お願いします。はい。では、今日も最後まで動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてる、ついてる、ついてる。ありがとうございます。